はい、どうもこんにちは、ハゲルです。今日は先日のご挨拶動画でもお話ししたんですけど、グッズの通販が開始されましたよっていうちょっと宣伝をさせていただこうと思います。今回解禁になったのはこちら、じゃーん、トートバッグ柄見えてる、トートバッグとここにくっついてるんだけど、アクリルキーホルダー的なやつ、これです。はい、アクリルキーホルダー、ちっちゃーじゃー、この小ささ版、はい、こんなにちっちゃいんだけど、これピントが合うかどうかわかんないので、もう別で画像を差し込むことにしようかな。はい、差し込むことにします。こんな感じです。バーンと、エマですね。エマをモチーフに作っています。上達祈願って書いてあるわけですね。つまりね、皆さんのギターが上手くなりますように的な、そんなお守りとして作らせていただきました。萩原神社って書いてあるんだけど、まあなんかこのなんだろう、皆さんからちょいちょいコメントで神って言われるので、もう分かった、自分から神になろうみたいな感じで神社と書かせていただきました。そんな感じです。色がピンクとブルーの2色展開にしてます。でボールチェーンもそれに合わせて色変えてみたんですけど、これどうかな、あんまり別にこれは普通にシルバーでもよかったかなって気がしているので、もしこれ今回のが、皆さんにお買い上げいただけましたら、次もしかして普通のシルバーチェーンに変えてるかもしれません。わかんないですね。まあサイズこんなちっちゃいけど、今見てわかったかな、ちょっとね厚みがあるっていうね、面白いやつなんですよ。そんなとこも面白かわいいかなと思っております。これ各色800円で販売開始です。先日の秋葉原のイベントでも販売したところとっても好評でした。ありがとうございます。今回通販倉庫から発送してもらうんだけど、いくつ送ったっけ、20、30、20、23、20かな。なのであんまりちょっとたくさんはないので、まとめ買いはお控えください。1回のご注文につき青ピンク1個ずつまではよしというかまあ嬉しいんだけどねありがとうございますっていう。はい、じゃあもう一つは、はい、トートバッグババーン。これ普通に僕がイベントとかレッスンの時に荷物ドカって入れられるのが欲しくて作りました。今何入ってんだ、今これ中から GT1 出てきました。 GT1 いつかレビューします。滝沢勝成さんとツアーに行ったりした中でグッズを作ってたんですよね、滝沢勝成さんが。でそれがシルクスクリーンプリントって、この自分でこう印刷というか、まあこすってくっつける、まあそれを真似して同じやつを買って手作りしてるっていう感じです。今回これの制作手伝ってくれるスタッフと一緒にこうえっちらほっちらやってるんですけど、まあ大変ね。なので印刷のムラとか個体差はもう許してください。ちょっとムラが強めというか、かすれが多いやつとかは、まあ、ちょっとこの辺とかはあるよね。こういうのは一応 B 級品として通販には載せず、会場に来てくださった方、会場でこれご理解いただけたら 2% オフかなんかで販売するんですけども、ここまでのはないけど、でもムラはあります。これ B 級じゃないのみたいなのも通販に入ってる可能性はある。を許容してくださる方だけお買い求めください。これ素人が頑張ってこうやってやってんね。それこそこれも先日の秋葉原のイベントで初めて販売したというか、まあつまりその時初めて、先月初めて作ったっていう感じですね。はい、これ結構バーンってでかくて黒、結構かっこいいと思っているんですけど、思ったよりインクとかがガンガン減るので、ちょっと値段上げました。2500円で販売することにします。トートバッグの機能としての価値は全然価格に見合ってないので、その辺分かってるよっていう方だけお買い求めください。まあそれこそ僕トートバッグ屋さんになりたいわけじゃないので、これで利益を爆上げしなくてもいいんですけど、やっぱり一応スクリーンマシンとかシートとかインクとかの赤字を取り戻していかなきゃいけないのと、まあトートバッグ屋さんになりたいわけじゃないからこそ、何のためにやってんのっていうのを考えると、これで将来的に少しでも黒字になったら、またそれでイベントとかに投資できるっていう感じで、皆さんに楽しいことを提供できるのの一つの足がかりというか、なったらいいなと思って正直作ってます。これはそうよね、僕らがグッズ作るってのは本当は利益を求めてやってんの正直っていう感じで、お買い求めください。他にもね、単位入りのピックケースとピックのセットとか、あとは超便利クリアファイルとかと、送料全部一括、ね、この合算っていうのになるので、勢いで合わせてご購入いただけたら嬉しいです。あ、ヒッケル T シャツとか、 T シャツはねこれまた別の送料になっちゃうかなと思うので、そこをちょっとお気をつけくださいっていう感じかな。今週の収益に関しては、来週の誕生日までにこの15万登録いくための広告費に突っ込もうかなと思っています。その設定後から変えられるんだっけ、まあやってみます。あ、そう、4月14日他にイベントやんねん、誕生日なんだけど、ライブハウスでソロライブやります。これ歌ったりギター弾いたりします。2時間半ぐらいかな、そんな感じです。でその後ギターをまだやったことない、始めてないけどギター触ってみたいっていう人に、僕のギターを貸してもらう、弾いてみろっていう、そんな体験型のイベントをやるのと、あとは無料相談会みたいな、これ新宿でどれもやります。で無料相談会はもう僕がスタジオの一室にホンっているので来てねっていうやつ、質問とか相談とかがあったらその時適当に声かけていただくっていう
雑イベントです。18時以降に新宿来れる方はぜひ、無料相談会をお越しください。あ、そう、まあ、一応会場でもこれ販売するので、まあ、通販じゃなく当日、来てくれる方、まあ、それでもいいし、むしろ買いに行こうかな、送料もかかんないしっていう方が来てくれても嬉しいです。当日缶バッジも多分会場では販売するかなと思います。ちょっとわかんない、何を持っていくかわかんないけど、そんな感じです。物販のページとイベントの受付ページ、これリンク貼っておきますので、それぞれご覧くださいというわけで本日以上です。バイバーイ。